はじめまして、おはようございます。ふめいです。前回に引き続きバッドエンドの回収をしていきましょう。で、次チャプター3ですね。前にやったところの次の選択肢ですね。ここで誘いに乗らないを選ぶとバッドエンド直行です。あのね、二人とも、ん？どうしたの？あいつを追い詰めるいいアイディアでもあるのか？うん、そうじゃなくて、その逆かな。ん？逆？どういうことだ？あの子、なんとなくだけど、悪い子じゃないような気がして、追い詰めるとか、そういうの考えられなくて、もうやめたいんだ。わかるちゃん。そこまで言うか。わかるの言葉にトビはうなったが、すぐに顔を上げた。ならやっつけるのはやめだけど、気になることはまだあるだろ。うん、まあ、お前が乗り気じゃないなら、俺と博士がいろいろ調べてくる。お前は待ってるだけでいい。トビ、やっつけるんじゃないならそんなに心配いらないよ。博士。トビも博士も気のいい笑顔を見せてくれる。いや、違うな。大船に乗った気持ちで待ってろって。ごめんね。今泥船って言いそうになったよね。謝ることじゃねえってな、博士。そうだね。さて、まずはどうやってあいつから話を聞くかだな。逃げられちゃうもんね。お菓子でもやってみるか。野良猫もそれで寄ってくるだろ。さすがに動物とはわけが違うんじゃないかな。天然かどうか怪しいトビのボケに博士の弱々しいツッコミが入る。ふん？今度はなんだよ。なんでもない。お腹を押さえ、クツクツと笑う。目の前で繰り広げられた間抜けな会話は、わかるの中にあるモヤモヤを和らげてくれた。変なやつ。ありがとう、二人とも。トビと博士の優しさに感謝して、わかるはにじみ出てきた涙を拭った。それからしばらくしてからだった。あ、トビ、博士くん。おう、来たな。わかるはある日の放課後、公園に呼び出された。突然、ごめんね。うん、別にいいよ。お手伝いもなかったし。それで、何か用？もしかして解決したの？うん、そうなんだ。ね、トビくん。ふふん、まあな。バッチリよ。ほんと？すごいじゃん、二人とも。それで、どうなったの？わかる。すまんが詳しいことは、男同士の秘密ってことになった、なってんだ。え、どういうこと？まあ、なんていうか、ちょっといろいろあってね。いろいろ？とにかく、解決はしたんだ。それを伝えたくってな。そう言って、ぎこちない笑みを見せるトビ。どうやら、意地悪をしているつもりはないようだが、こうなるかもしれないと分かっていて、この一件から降りたのだ。わかるは素直にトビたちの言葉を受け止めるほかなかった。そっか、なら仕方ないね。少しシュンとしたわかるの様子を見て、トビはその肩を軽く叩く。今回の冒険はここで終わりだ。でもな、俺たちの戦いは始まったばかりだぜ。打ち切りエンドじゃん。
また3人一緒に新しい事件でも探しに行こうよ。うん、行く。よっしゃ、そうと決まればまずは秘密基地に行くぞ。ああ、元気よく走り出したトビとわかる。そして少し遅れがちに追いかける博士。3人の影は新たな冒険を求め熱々のアスファルトの上を駆けていった。これはちょっと難しいね。新たな冒険を求めて、ちょっとなんか次の冒険に行っちゃったよ。まだ何も解決してないよ。あの二人もなんかごまかしてたけど、これじゃスッキリしないでしょ。もう少し調整が必要みたいだね。優しさも大事だけど、もうちょっと頑張ってもらわないと。チャプター4の方まで進んでまいりました。で、これ、6つ目のバッドエンドなんですが、ここへ至る選択肢が2つほどありまして、まずは隠れてやり過ごすの方からですね。ダメだ、追いつかれちゃう。諦めるにはまだ早いよ。隠れてやり過ごそう。そうだなけど、どこに隠れるよ。どうしよう。近くに隠れられそうな場所は。一番は家に帰ることなのだろうが、最悪なことに今いる場所からではそれぞれの家は遠い。秘密基地に隠れようよ。あそこならバレないはず。おう、そうだな。なんてったって秘密だからな。ちょっと遠いけど、とにかく早く行こう。ようやっと見つけたぞ、悪ガキどもめ。秘密だろうがなんだろうが、もう逃がしたりはせんぞ。で、次の選択肢なんですが、ここで秘密基地まで走る。これを選んでも同じバッドエンドに行きます。ダメだ、追いつかれちゃう。諦めるにはまだ早いよ。隠れて、待って、セリフ一緒じゃない？あー、ここのセリフは一緒なんですね。じゃあこのままバッドエンド行きましょう。なんとか逃げ切れたみたいだな。どんどん天気が悪くなってく。大丈夫かな。嵐なんか天狗じじいと比べたら何も怖いことねえだろ。それはそうだけど。それはそうなのか。どっちにしろここから出ない方がいいのかも。嵐が弱まるまではそうするか。床のガラクタを壁に寄せてトビは寝転がった。それまでやることないし、休んどこうぜ。そうだね、僕も疲れちゃったし。私も。雨と風の音以外何も聞こえない秘密基地の中、わかるたちは3人並んで川の字になって横になった。ここ横になる場所あるの？また門限破っちゃいそうだな。また母ちゃんにどやされるのか。仕方ないよ、どうしようもないし。疲れ切ったまま横になったからか、急激な睡魔に襲われる3人。そして1人また一人とまどろみへと落ちていったのだった。それからどれくらい眠っていたのだろうか。わかるはゆっくりと目を覚まし、柔らかいベッドから身を起こした。柔らかいベッドあったの？ボロでない綺麗なカーテンの隙間からはかすかに光が漏れている。どうやら嵐は過ぎ去った様子だが、あれ、ここ私の部屋なんで？わかるは確かに秘密基地で眠った覚えがある。しかしどういうことか、目覚めたのは自分の部屋だった。どういうこと？あれ、
夢だったの？あら、騒がしいと思ったら、やっと起きたのね。お母さん、私、なんで部屋で寝てるの？なんでって、お父さんが運んでくれたからよ。え？秘密基地にお父さんが来たの？秘密基地、何言ってるのよ。あなたが眠ってたのは玄関の外よ。え？まったく、帰りが遅いと思ったら変なところで寝て、しかも朝までぐっすりなってよっぽど疲れてたのね。ほら、学校行く前にシャワーだけでも浴びてきなさい。え、あ、うん。言われて、わかるわふと思い出したように時計を見る。その針は朝の6時を回ったところだった。夢？そんなわけ。あんなにリアルな夢を見ることがあるのだろうか。そうだとして、そもそもどこからが夢だったのだろうか。わかるは困惑しながらも風呂場へ向かった。わかるは登校後すぐにトビア博士に話を聞きに行くも、二人も同じように気がついたら家の前にいたという。三人とも運んできたの？首をかしげる三人だったが。でも、三人とも同じ夢を見るって少し変じゃないかな。おい、まさか。僕たち、久の神様に化かされた？言い知れない恐怖が三人の背筋を駆け抜ける。以降、三人は久の神様の正体やあの女の子を追うのをやめたのだった。そうか、全部夢だったのか。って違うでしょ。どこかの優しい人のおかげだよ。もう優しい人って言っちゃってるからね。とにかく、あそこであっちに行っちゃうのはダメだってことだね。行くべき場所はもう知ってるはずだから、あとはその発想にたどり着ければ。ここで手を取らないを選択することで、7つ目のバッドエンドへと行きます。ようやく誤解の解けたルイと異常な様子で走り去った博士。わかるは無意識のうちに2人を天秤にかけ、伸ばしかけた手を引いた。今優先すべきは博士だ。それに彼女を巻き込む理由もない。ごめんね。また今度お話しようね。わかるに向けて伸ばされたルイの手は空を切った。かすれた息が漏れるだけで、その後姿を呼び止める声は出ない。ルイは行き場を失った手を下ろし、悲しげに顔を落とした。博士、どこだ？トビ。お、わかる。追いついてきたか。博士くんは？こっちに来たところまでは見えたんだけど。失っちゃったの？でも、それでもまだ。この団地の敷地内にはいるはずだろう。だからって手がかりもなしに探すの？そんなの広すぎて見つかりこないよ。それでも、やるしかねえだろ。あ、トビ。風が強くなってきたね。ああ、早く博士を見つけてやんねえと。博士くん。どうすりゃいいんだよ。まだ諦めるのは早いよ。一度、秘密基地の方に行ってみよう。もしかしたらひょっこり現れたりするかもしれないし。そうだな、悪い。ちょっと弱気になってた。わかるは少し笑って首を横に振った。気にしないでいいよ。それよりも博士くんでしょ。ああ、行こう。博士くん。ベランダから秘密基地の中に飛び込めば、部屋の中央には人影が佇んでいた。よかった。博士くん、大丈夫。
待て、わかる。なんか様子がおかしいぞ。あ、博士くん。そのうめき声を聞いて、わかるとトビはすぐに直感した。犬や狼のそれであると。まさか、くの神様の呪い。そんなバカな話があるかよ。でも、どうしよう。わかる、お前は誰か呼んでこい。トビはどうするの。俺は博士と一緒にいる。またどっか行くかもしれないしな。でも大丈夫だって、ぶん殴るわけじゃない。俺はバカだけど、俺らだけじゃ博士を正気に戻せないことはわかる。だから頼む。トビは博士から少しも視線を外さずに言った。わかった、無茶はしないでね。当たり前だろ、友達にそんなことできねえよ。その言葉を聞くと、わかるはうなずいて外へと飛び出した。先ほどよりもずっと雨も風も強い。その中をわかるは全力で駆けていく。とにかく自分たちよりも力も知恵もある大人を探しに。待っててね、トビ、博士くん。その後、わかるは近所の民家に駆け込んで助けを呼ぶことができた。誰にも何の怪我もなく、無事にそれぞれの家に帰れればよかったのだが。数日後、公園を訪れていたのはわかるとトビの二人だけだった。ってわけで、博士は隣町のでっかい病院に入院だってさ。そうなんだ。結局博士は正気を取り戻せず、そのまま意識を失ってしまったらしい。父ちゃん母ちゃんに聞いてもよくわかんねえし。大丈夫なのかな。さあな。さすがのトビも肩を落として元気がない様子だった。明日お見舞い行こうよ。ああ、そうだな。結局夏が過ぎても博士はずっと目覚めることはないまま、たまに街でルイを見かけて、ワカルもトビも苦い気持ちになるが、どうにかしようにも何をすればいいのかわからない。そんな現実に自分たちの無力さを思い知らされるのだった。そうだね、彼女は優しい子だからこうなってしまうのは必然だと思う。でもこれじゃダメなんだ。このままだと何も変わらない。こんな結末を迎えないためには、あと一歩前に踏み出さなきゃいけない。だから勇気を出して。そうすればきっと道は開かれる。で、最後ですね、最後の選択肢、ここで諦めるを選ぶと最後8つ目のバッドエンドが見れますと。騒いでも体力の無駄だよ、博士くん。諦めろってことかよ。助けが来てくれる可能性だってゼロじゃないんだ。人が近くに来た時に声を出す体力も残ってないなんてことは避けたいでしょ。そうだけど。わかったよ。そう言ってトビは壁際にボスッと座り込む。静かにしてりゃいいんだろ。二人とも。ルイも何かを言いたそうに顔を上げるが、結局諦めたように視線を落とした。小屋を揺らす雨風は強く、時が経つにつれ室温は下がり続けた。
一つ、また一つ。揺らめくろうそくの火は消えてゆく。声はなく、寒さに震える吐息だけ。それも次第に、小さく。嵐の音だけが響き続ける。そして、これはないだろうね。4人が最後の最後に諦めてしまうだなんて、そんなことはまず起こりえないだろう。だから何も心配することはない。目を閉じて待っているだけでもいい。きっと乗り越えられる。そう信じているよ。で、これでですね、チャプター、なんか右上に矢印出てますね。これで、EX2 解放されました。会話コンバーセーション読め。どこまでも続くようなフェンスに沿って歩いていく。本当にこんなところに入り口があるのかな、なんて汗を拭いながら不安に思う。あ、ここかな。よく見ると茂みの一部が不自然に盛り上がっていた。積み重なっていた枯れ木や草をどけるとフェンスの一部に開いている穴が見つかった。わあ、確かにここをくぐり抜ければ中に入れそうだけど。えい、と覚悟を決めて私はその穴に入ることにした。あ、と引っ張られるような感覚に気づいた時にはもう遅かった。針金に引っ掛けてしまった袖はビリッと大きく破れてしまう。一着だけのこの服も汚れたままなのに、新しい服もめったに買ってもらえないのに、悲しくて涙がこぼれそうになる。慰めてくれるの？君は優しいね。ありがとう。少しだけ元気をもらって。胸に抱いたワンコのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめる。これウサギじゃなかったの？ずっとウサギだと思ってたんだけど。確かによく見ると犬かもしれない。涙を拭って立ち上がり、入り口の穴に草を戻しておく。来た時よりちょっと多めになっちゃったけど大丈夫かな。そこは誰もいない寂しい場所だった。ずっと前に見捨てられて忘れられた、誰も遊んでくれない錆びついた遊具。私と一緒だね。触れてみるとギシッと鈍い音がして、なんとなくそんなことを思ってしまった。今の私は声が出せない。あの目を思い出してしまうから。苦しくて怖くて悲しくて、口を開いても出てくるのはかすれた息だけ。ふるふると頭を振って忘れようとする。引っ越してきたこの新しい町でならきっと本当のお友達に出会えるんだ。私は狼少女なんかじゃない。そう信じてくれるお友達が。そうだよね。ここなの。歩いて行った先でそれらしき場所を見つけた。地下に続く階段の先には開いた扉があった。口を開けて私を待ち構えているみたいで、なんだかちょっと怖い。でもやらなくちゃ。私は前に進むんだ。中に入ってみるといろんなものがごちゃごちゃとしてて埃っぽい。なんだろうこれ。その中で一つだけ気になる箱を見つけた。箱の蓋を開いてみると、そこには古びた模様とひらがなの表。あ、これって。私のためにおじいさんが作ってくれた、あいうえおの表に少し似ていた。これを開ければいいの？下の部分？よくわからないけど、やってみるね。こうして、こうして。わ、
教えてもらった通りに動かすと、箱の下の部分が突然開いた。その拍子にコロコロと不思議な模様の綺麗な玉が転がり出た。わあ、これなんだろう。慌てて拾い集めたそれを眺めてみる。全部で9つ。そのうち1つだけ大きいものがある。え、これ1つだけでいいの？そっか。箱の下の部分にこの大きな玉を入れればいいのね。それを戻してカチャリと鍵を閉める。その拍子に部品のようなものが落ちた。あ、もしかして壊しちゃった？いいの？いいならいいけど。倉庫のような部屋から出てドアを閉める。鍵を閉めるの？これどうなってるんだろう。普通の鍵と違うみたい。なんだかよくわからないな。なんて適当に触っていたらカチャリと音がして、ボタンのいくつかが取れてしまった。わ、よくわかんないけど鍵はかかったみたい。落ちたボタンを拾い集める。この鍵が最初の一歩。それってどういう話し声だ。こっちに近づいてきてるみたい。私は慌てて階段を駆け上がる。あ、慌てすぎて古い井戸のようなものにつまずいてしまう。靴が脱げて転がっていく。手に持っていたボタンもどこかに飛んでいってしまったみたい。泣きそうになりながら急いで茂みの中に隠れた。やってきたのは2人の男の子のようだ。なんだか乱暴そうで苦手なタイプかも。どうしよう。あいうえおの表があれば少しはお話できるかな。でもそれでなんて言えばいいんだろう。いきなりお友達になってなんて言えないし。そんなことを考えているうちにもう一人、今度は女の子がやってきた。三人はお友達なのかなと思ったけど、何か揉めてるみたい。完全に出ていくタイミングを逃してしまい、茂みの中でじっとするしかなくなった。あ、ダメ。それは私の靴。ゴミじゃない。あの投げたシーンか。ああ、捨てられちゃった。靴なんて買ってもらえないし、もうずっと裸足かな。あれ？さっきまで揉めてたと思ったら、あの鍵を開けてしまったみたいだ。すごい。ちょっと感動してしまった。あのよくわからない鍵を女の子がほとんど一人で開けてしまうなんて思わなかった。一人で少し盛り上がっていたら、三人が倉庫から出てきた。何か重そうなものを持ってるけど、あ、あれってさっきの箱かな。三人は箱を抱えて上の階に上がっていった。上に何かあるのかな。次に何が起こるのか、なんだかだんだんとワクワクしてきた。そして私の中で、あの三人と友達になりたいという気持ちが少しずつ大きくなってくる。勇気を出して行ってみようか。でも嫌だって言われたら。不安と期待がごちゃごちゃになりながら、私はアパートの窓を見上げる。しばらく見ていたけど、結局そんな勇気は出てこなかった。もう今日はそろそろ帰ろうかな。帰っても一人だけど。一人で落ち込んで顔を落とすと、少し遠くからかすれた音が聞こえてきた。サイレンが壊れてるのかな。あ、ということはもう5時なんだ。壊れたサイレンに反応したみたいに犬の遠吠えが聞こえてきた。あ、おじいさんが最近野犬が出てきて危ないって言ってたことを思い出した。どうしよう、早く人のいるところに出なきゃ。あ、その時窓の中の子供たちと目が合った。あの3人、野犬のこと知ってるのかな。
教えてあげた方がいいのかな。心配になってしまう。でも、もしも嘘だって言われたら、きっと今度こそこの町でも友達ができなくなってしまう気がした。だから私は急いでそこから逃げ出した。なるほどね。今回もちょっと長くなりそうなので、次回まとめて全部見ていく形にしよっかな。セーブします。タイトル。はい、ということでね、次回、まああんまり長い場合は区切るかもしれないけど、多分最終回ということでね、ここまでご視聴ありがとうございました。次回最終回、じゃあね。はい、終わらせたんですけども、今ちょっと別な日に収録しておりまして、あの続きを収録30分以上かかるかななんて思いながら収録していたら、なんか数分で終わってしまったので、このまま後に続けたいと思います。どうぞ続きから。あの3人のことを思いながら一人とぼとぼと歩く。結局今日やったことに意味はあったのかな。私には難しいことはわからない。確か未来というものはたくさんあって、それぞれちっちゃなきっかけがあるんだよね。そんなちっちゃなきっかけを見つけていけば、いい未来を選び続けることができる。まあ、あの3人と友達になれなくても君がいるもんね。頭の中に響いてくるその声に、私の初めてのお友達に微笑みかける。ふふ、大丈夫だよ。もしも友達100人できても、それだけは変わらないからね。どうしたの？なぜか見えないものもある。へえ、君にも見えないものがあるんだね。それは変えられない出来事なの？そっか。なら仕方ないね。その声はとても悲しそうで、私までちょっと悲しくなってくる。大丈夫だよ。きっと大丈夫。これから先、どんなことが起きるのか、君が何を見たのかはわからないけど、悲しいことばかりじゃなくて、いいことだってたくさんあるはずでしょ？君とお友達になれたみたいにね。だから大丈夫。たとえ誰かがそれを決めてしまっているのだとしても、きっと未来には楽しいことがいっぱいいっぱい待ってるはずだから。と、これだけで終わってたんですよね。なのでさすがにこれ一本だけで動画にするのはさすがに短すぎるかなと思ったので、この編集で後にくっつけさせていただきました。まあそんな感じでね、今作はこれにて終了となります。ここまで本当にご視聴ありがとうございました。またいずれ別な作品でお会いいたしましょう。いや、こんなすぐに終わると思わなかったんだ。はい。じゃあね。